い、どうも、しおみんでございます。はい、本日4月の22日でございます。金曜日でございます。朝の10時10分ぐらいです。今どこ来てるかというとですね、京都のですね、烏丸あたりですね、烏丸御池から烏丸通りに歩いております。境町通りってやつを南に下ってるっていう感じでございます。はい、どこ向かってるかというとですね、先日小川コーヒーの本店に行って結構ね、いい感じやったんで、ちょっとね老舗のね、京都の老舗の本店に巡ろうかなと思って、今日はね、猪田コーヒーの本店の方にちょっと来てみました。はい、どんな感じなのかなと思っておりますんで、よろしければ最後まで見てください。よろしく。はい、どうも、猪田コーヒーに行ってみたという動画でございました。まずね、やっぱりね、空間がね、しっかりね、保たれてるというのでですね、こっちのいい空間になっておりました。はい、当然ね、コーヒーも美味しかったですし、料理もね、そこそこ美味しかった感じがします。はい、やっぱりね、空間が広かったらね、思考をね、いろいろね、考えるというか、思考を巡らすのにもね、いい感じじゃないかなと思います。もしね、この動画が面白いと思ったらですね、
グッドボタンおよびですね、チャンネル登録などをしていただければ嬉しいと思っております。それではまた違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。